ジョゼフ・ニセフォール・ニエプスはフランスの発明家。写真技術の先駆者であり、世界初の写真画像を作ることに成功した。1825年にニエプスによって撮られた写真は、原版が現存する世界最古のものである。また、世界初の内燃機関とも言われるピレオロフォールを発明し、兄・クロードと共に制作。それを搭載したボートでソル川を流れに逆らって、 そこをすることに成功し、1807年7月20日、ナポレオン・ボナパルトから特許を授かった。彼は、フランス中部、ソーヌイコール・エイコール・ロワール県のシャロン・シュルソーヌで、裕福な法律家の家に生まれた。しかし、そのために、一家は、フランス革命で多くを失った。兄・クロードは研究と発明の協力者だったが、ピレオロフォールの事業家に失敗して、一族の蓄えを浪費し、 イングランドで精神を病み、無一文で亡くなった。他に、姉妹と弟ベルナールがいた。先例名はジョセフだったが、アンジェのフランソラートリオ会の大学で学ぶうちに旧世紀のコンスタンディヌーポリ総主教制にキフォロスに権威を表してニセフォールと名乗るようになった。大学では、科学や実験技法を学び、すぐさま才能を発揮して卒業後は、同大学の教授を務めた。 ナポレオンの下で、フランス軍の主官を務め、イタリアやサルデーニャ等で長年過ごしたが、体調不良により退官。まもなくアニエス・ロメロと結婚し、革命後のフランスの大政下で、ニース地区の責任者となった。1795年にはその職も辞め、兄クロードと共に科学的研究に没頭するようになった。ある記録では、彼が辞任したのは不人気だったためだとしている。 1801年、兄弟は、一家の土地がある、シャローンシュルソーヌに戻って、研究を続け、母や、姉妹や、弟ベルナールも呼び寄せた。その辞書で天才を栽培して砂糖を生産して、生計を立てた。1827年、ロンドンの旧に移り住んで、ひどく病んでいた兄、クロードを訪ねた。クロードは精神を病み、ピレオーロフォールの不適切な事業家のために、 一家の財産を浪費していた。1833年7月5日、死去。クロードのせいで破産状態だったため、サンルード・バレンヌの墓地に建てられた墓は、自治体が資金を提供したほどだった。その墓地は、彼が世界初の写真を撮影した一家の屋敷の近くだった。息子イシドールは、父の死後は、ダゲールと協力して、写真の技法を完成させ、 ニセフォールの写真技法の詳細を公開するのと引き換えに1839年に政府から年金を与えられた。いとこのクロード・フェリクス、アベル・ニエプスド・サンビクトールは科学者で初めて写真に卵白を使った。また、後半の上に写真の掘り板を製作した。用意された食卓。1822年に撮影されたが原版は失われている。 ウンシュバルイサン・カンダクター、1825年頃に、版画を撮影したものとされるニエプスの使用した、カメラオブスクラ・ニセフォール・ニエプスによって撮影された写真の一つ、ルグラの窓からの眺め1798年、アロイス・ゼネフェルダーにより化学反応を利用した石版印刷が発明され、ヨーロッパで石版画が急速に流行した。微妙な筆使いの再現が可能で、 しかも制作が早くて、簡単なリトグラフにより、風景画や風刺画などを大量に印刷し出版することができるようになり、早々期のマスメディアとも結びついて、石版画工房が多数誕生した。ニエプスも大量印刷が可能な石版画に関心を持っていたが、一方で1793年より、光が作り出す像を定着させる技術の研究も進めていた。 彼が考えたことは、光の像を平面上の物質の上に移し、光によって物質に化学変化を起こさせ版を作るというリトグラフに代わる新しい印刷法を作ることだった。彼の初期の実験では、風景の放つ光の像を平面に定着させることに成功したが、定着した像はすぐに消え去ってしまった。 1816年の義理の姉に宛てた手紙では、紙の上のイメージを定着させる方法を発見したが、光を当てると、イメージが薄れてしまうのを防げないと書かれている。彼は腐食防止用に使うアスファルトの一種で、パレスチナ原産のユダヤのドレキ性が、光に当てると固くなって、油に溶けなくなる性質を利用しようとした。まずは、版画の制作を行った。磨いた。 白目の板に歴性を塗ってこの上に紙に描いた絵画を置き、太陽に当てると絵の線の部分はよく光が当たらず歴性が固まらないままになる。この板をラベンダー油で洗うと光が当たって固くなった歴性は残り、線の下にあって固まらなかった歴性が洗い流され、結果として板に溝が残る。ここにインクを入れて印刷原版にするというアイデアだった。ニエプスは 自分の技術を太陽で描くという意味のヘリオグラフィと呼んでいた。ニエプスが世界初といわれる写真エッチングを制作したのは1822年で、時の教皇ピウス7世の肖像を写したものとされているが、その原版は自身で複製を作ろうとした時に破壊してしまった。ロランバーサスのラカマラルシダのスペイン5番、ラシャンブル・クレールには、 用意された食卓という1822年に撮影されたとされる霧がかかったような写真が掲載されている。原版が現存する世界最古の写真は1825年に彼が撮ったウンシュバルイサンカンダクターである。同様に歴史性を使うことでカメラオブスクラによる風景の画像も定着させることができるはずと彼は考えた。彼が像を長く定着させることに 初めて成功したのは1824年のことと言われる。彼が作った画像の中で残っているものの一つは、1827年の6月か7月にできた窓の外を映したルグラの窓からの眺めである。この手法が必要とする露出時間は、今日でも議論の対象であるが、8時間から20時間の間とされる。あまりにも露出時間が長いため、 建物や生物など動かないものの光景しか映すことができず、あまり実用的なものではなかった。1829年、彼はより進んだ写真技術の開発を進めるため、パリで舞台背景画家、パノラマ画家、ジオラマ作家として活躍していたルイ・ジャックマンデ・ダニエルと協力し、光で化学反応する銀化合物を使う研究を行った。 しかし1833年、ニエプスは脳卒中で休止する。彼の研究はダゲールに引き継がれ、ダゲレオタイプとなって1839年に結実した。1839年、ダゲールはその発明を政府に買い取ってもらい、毎年6000フランの年金を受け取ることになった。一方、ニエプスの遺族にも毎年4000フランの年金が与えられた。 これに対して、ニエプスの息子は、ダゲールの成果は、すべて父の成果を受け継いだだけだと主張。実際、写真の発明へのニエプスの貢献は、長年無視されてきた。今日では、彼のヘディオグラフィが、世界初の写真の成功例であったことが広く、認められている。ピレオロフォールの図1807年、ニエプスは、兄クロードと共に、ピレオロフォールという実動する。 来年期間を発明、製作しており、世界初とされている。日陰のかずらの奉仕による粉塵爆発を制御する形で機能する機関であり、ソーヌ川で某音にそれを設置して推進させることに成功した。10年後には世界初の燃料噴射で動作する来年期間を製作している。1807年、フランス政府はセーヌ川から、 ベルサイユ宮殿に水を引くのに使われていたマルリーの機械の代替となる機械の公開選公開を開催した。マルリーの機械は1684年に建設されたものでセーヌ川から1キロほど内陸まで150メートルの高さに水を汲み上げ送り込む施設である。ニエプス兄弟は新たな方式を考案し、1809年にも再度改良を加えた。 ピストンの精度を高めるなど様々な部品に手を加え、抵抗をかなり低減させた。彼らは何度も試験し、4フィート4インチの水流の落差で水を11フィート持ち上げるという結果を得た。しかし、ニエプス兄弟があまりにも時間をかけたため、皇帝は別の技術者に蒸気機関を使ったポンプの製作を依頼した。ニエプスが1818 18年に作ったベロシペード、 カールフォンドライスが1817年に自転車の原型となったドライジーネを発明するとニエプスもそれに興味を抱き1818 18年にベロシペードと名付けた乗り物を作り人気となったサドルを調整可能に改良したものがニエプス博物館に展示されている兄弟への手紙にはそれを動力付きにすることを予想した記述があった月にあるニエプスクレーターは 彼の功績を称えて名付けられている。ニエプスが窓から撮った写真、ルグラの窓からの眺めは、テキサス州オースティンのテキサス大学、ハリー・ランソム・ヒューマニティーズ・リサーチセンターに展示されている。この画像は1952年、歴史家アリソンヘルムート・ゲルンスハイムによって再発見されたものである。 ニエプス賞はフランスで3年以上活動した優れたプロの写真家を表彰するもので、1955年から L ・アソシエーションジャンディ・イメージズにより毎年授与されている。ありがとうございます。